ザ・ファクター、母デンファレ、牝馬関西、武秀則厩舎入厩予定。春先は足長ですらりとした体型でしたが、胸前やトモの発達が著しく、厚みが増してきたことで母デンファレのようなボリューム感が出てきました。父のスピードに母の力強さと双方の良さが融合してきた印象です。宮内牧場育成場でトレーニングを積む中で、より一層力強さが増し、父、母から受け継いだスピードに磨きをかけていきたいところです。